皆さんこんばんは。本日は皆さんにとっても大事な報告があります。なんとあのゆったん待望、そして皆さん待望の J と F の話に進展が。いや、覚えてますか、私の F 君と J 君の、あの、まあ要するに F 君が J 君に勝手に恋をしていたっていう、あの序章のお話を皆さん覚えておいで。ですね、最近ですね、あの授業を受けてたら外に J と F が2人でいて、2人で並んでもう肩を寄せ合って座ってて、でなんか2人で喋ってると思ったら肩をこう F が叩いて J に向かってシッとかっていうようなのをちょっと目撃したから、あれあいつらちょっといい感じなんじゃないの、もしかしてもしかしてだけどって感じにね、私も思ってたのよ。そしたらもう今日 F が直々にキャンディーちょっと聞いてくんないって来て、でね、なんかね、私に話があるって言うからね、オッケー、今からプライベートの話をするからねって言って、なんだよもう何の話だよと思ったら、そのなんか実はあの最近 J のスキンシップが激しいでね、もうそんなの良かったじゃんって話じゃん。でもなんかね、いやもうめちゃくちゃ長かったんだよね、多分あれ30分ぐらい喋ってしかも一方的にだよ、もう私はなんかずっと笑ってるかオーマイガーとか言ってるか、なんかセリアスリーとか適当に合図でさ、まあこっからが本題なんですけど、まあ要するになんかすごい最近あのスキンシップを取ってくるんだって、 J から F に対して。でなんかおよよよよ、え何が起きてんの、どんんって感じに F は思ってんのよ。でね、なんかね、こう J がイタリア人だから、あんまりこうイタリア人とかヨーロッパ系の人ってこう無駄なスキンシップをなんかギューみたいなこととかあんましないわけだけど、なんかもう首にちょっと噛みついてきたりとかすごいよね。そういうすごい、だからまあ要するに思わせぶりらしいのよ。でなんかフランキーも、あ、言っちゃった F もあの何満足でもないから、なんかうんうんって感じでこうあの気持ちよく対処してる。なんか今日も普通にそういう感じでこうじゃれ合ってたら、なんか急に J が外に出て、でそこで別のまたゲイの男の子がいまして、その子とこう話し始めて、それまで F の子をとこうイチャイチャやってたの、急にそっちの別の子と仲良く喋り始めて、でなんか後でテキストするわとか言って、なんかその子と帰っただかなんかで、とにかくこうほっとかれたみたいなF としては。でそれに対してあのイライラしちゃってるのね F はでさ、もうなんかそのそういうことがあった状態で私のところに来て、キャンディ私は今猛烈に怒っているアンドレみたいな感じでやってきてさ、もう何があったので、なんか話を聞いたらそんな感じで、でなんかもうさ話が上手だからさ、本当に話が上手っていうか、なんか話し方が面白いからさ、もうずっとなんかさこう目をキラキラさせて喋るのね。まず目がキラキラしててすごい可愛い顔してんのにものすごい怒ってるから、 I'm serious You see? You know what? Here's the thingみたいな感じでね、すごいドラマチックに喋るのよ、すべての状況を。なんかもう細かいこと忘れちゃったけど、ほんといちいち面白くて、なんかお尻をすごい、なんかこの間は授業中に外から見てきて、あんた私のお尻ばっか見てないで、こっち見てくんない、顔見てくんないとか思ったわけみたいな。でなんかね、こうね、アメリカ人特有のなんかイディオムみたいな感じなのかわかんないけど、なんか私の靴をこう置いて、もうあのそれについて歩けば子犬のようにねみたいな感じで、なんかついてらっしゃいとか、なんかね、ダメだ、あの面白さ伝えられねえ私の英語力では、なんかもうめっちゃ面白い、なんかもうクルエラデビルとかディズニーの悪役キャラみたいな顔して、なんか子犬みたいについてくれバーみたいなことを言ってんだけど、絶対さ向こうがさ振ってはないけどさ、向こうに置いてかれてる側なのにさ、子犬みたいについてくれバーって言ってるのがさ、もうなんか話がどっちかかっちゃって、あれどっちがどっちだっけみたいになってんだけど、それでも面白いでなんかもう最終的にどんどん過激になっていって、なんかもうあのそっちがその気だったらもう私はあいつのこと引っ叩いてやるとか、なんかこう手を出してやるみたいなこと言って、でなんか向こうが痛いよとか言った暁にはあんたはそこが痛かったかもしれないけど、私は胸が痛かった。バイって立ち去るんだって。やれよ、勝手に。
もうほんとただの昭和ロンドだからね、なんかね、言いふらしてね、その J が、こう私を今傷つけてるみたいなのを、こう学校に広めたいらしいの。その辺が18歳のまださ、可愛い子ちゃんでさ、なんかもう、やめないよって。まあ面白いから止めませんけど、っていうか、普通にもう見守りますけど、そんなゲイの恋愛事情は勝手にそっちでやってくれって感じだから、私にはね、関係ないですからね、もう好きにそちらで、色恋沙汰は好きにやって。でもさ、あいつもあいつでやり手でさ、18歳のくせに、なんか、アプリで結構いい感じの人を今キープしてて、キープしててってか、なんか今日見つけたらしいの。もうなんかその、J がそんな感じだから、もうスワイプスワイプスワイプみたいな感じで。なんかちょっとそのなんか、まあ J とちょっとこじれて、こじれてって別に付き合ってもらえるのに。だからなんかその、もう、ちょっとこう、なんていうんだっけそういうの、なんか、やけくそで、アプリでいい人探してたんだって。そしたらなんかすごいいい感じの人見つけちゃって、もうめちゃくちゃゴージャスみたいな、セクシーみたいな人見つけちゃったらしくて、でも早いからあいつもやることが、もうね、そのね、誰だかわかんないアプリ内の人の写真を待ち受けにしてんの。もうとんでもなくない？そんなさ、出会ってもないよ、まだ。今日スワイプして初めて見た人を、もはやゴージャスって言って待ち受けにして、もう携帯開くたんびに、あ、ゴージャスって言ってんのよ。盲目。本当に恋は盲目とはよく言ったもんだもん。で、なんかこう J とうまくいかなかったら、私にはオプション2があるからとか言って。お前もお前で余裕じゃねえかって感じで、もうなんかなんだかわかんないよ、君。はい、そんな感じで、もう本当にみんなあの場にいてほしかった。本当に面白かった、30分ぐらい。もうな、ずっとその F の、コメディ講演会を言ったら聞いているみたいな。めっちゃ楽しかった。ユッタンはすごい楽しんでるけどさ、やつからしてみてらさ、もう、アングリーって話だからさ、本当に、まあ、楽しく喋ろうとしてくれてるけどね、すごく面白く話してくれてるけど、でも結構、って。まあだから、まあ結論としましては、恋愛ってめんどくさそうだなって思いました。やっぱり私は当分恋愛とか無理だなって思いました。こんな顔だし。はい、ということで、25歳の山間よ女は、これからも F と J 含め、まあその他皆さんの、まあ、要するにゲイたちの恋を見守っていきたいと思います。